井上麻でございます。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。今日はそこまでお送りします。こちらドン、E1 の代表メンバーが発表されたよ。やりました。いいね、速報でね、これね、もう出すやつだもんね。そうですね。いやー、はい、ついに出ましたということ。私何も知りませんの、違う仕事してまして。いやー、行きましょうか。じゃあ早速教えていただきたい。誰なんだ。16人こんなメンバーになりました。予想当たったのか。ドンドン、はい、こんなメンバーです。はいはい、天野さんが入ってるね。はい。はいはいはい。一応皆さん、黄色くなってるところは、うん、ごめんなさい、下、ザイオンさん見にくいかもしれないですけど、はい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 。黄色は初代表という方々でございました。メンバー、なるほど。はい。はいはいはい。まあ、ちょっといろんなこれ、ツイッターとか、それこそね、うん、発表の時のやっぱ YouTube のコメントとか見てても、うん、なんでこの人いないのってのはたくさんあったので、うんうんうん、そういうところにも細かく触れながら、ちょっと今回は各ポジションずつ丁寧に見ていこうじゃないかと思います。なるほど、なるほど。はい。はい。うん、じゃあまず分かりやすくゴールキーパーから行きましょうかね、うんうん。はい。ゴールキーパーが大迫さん、谷さん、鈴木、ザイオンさんと、うんうん、東京オリンピックのメンバー、そのまま入りました。はい、はい、はいはいはい。てか、権田さんが入らなかったですね。だからね。うんうん、だからこちらは言及はなかったんですけど、森保さんからも。うん、まあ、要は大迫さんとかと一緒ですね。あえて外したって形でしょ、ここに関しては。そうですね。大迫優也さん、はいはいはい、長友さん、坂井宏樹さんと同じことかなと思われます。うん、もうね、分かってるっていうところもあるんですかね。うん、そうですね。はい、で、なんでおそらくこの3人は、うん、香港、中国、韓国、1試合ずつ使われるっていうところで、あ、そうか、うん、見られる可能性もあるかもしれませんね。ね、はい、はい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 。うん、そこでどうなる彼氏ね。なるほどですな。はい。うん、続いてセンターバックでございます。うん、まあ、ここはそんなにやっぱサプライズ全体的になかったですけど、うん、最もサプライズなかったのはセンターバックかなと思いますと。うんうん、谷口、中谷、荒木、畑中。はい。まあ、打倒オブ打倒。そうですね。安定感を感じますけれども、うん、はい。あと、あれだ、ゆかふちの久保さんの質問でもありましたが、うん、キャプテンは誰にしますかとの発言に対して森保さんが、はいはい、谷口選手で行きたいと思いますと。うん、の発言もあったので、うんうんうん、やっぱりこのメンバーの中で谷口さんと山根さんだけちょっと別格扱いなのかなというのも感じられるところでもありました。はいはいはい。まあ、順当に多分このままいったら26人枠に入るんでしょうね。今大会のね。かなと思われますと。この2人はね。はい。そうですね。うん、なんであとはセンターバックに行ったら板倉さんとか吉田麻也さんに何かあった時にやっぱり中谷、畑中、荒木から誰かってことなのかなという。ああ、なるほど、そういうことか。はい。はい、そしてサイドバックなんですが、うん、これ、ミルワカの予想として、ウイングの方がね、各ポジション、ウイングとか前線ポジションが全部3枚ずつになって、はい、ディフェンダーが2枚ずつかと思ってたんですが、うん、右サイドバックが3人になりました。うん、山根、小池、大南。はい。ということですね。おそらくここは山根選手の力もある意味分かってるっていうのは森保さんあるんじゃないかと思っていて、うんうんうん、山根さん以外で2人見たかったっていうところから小池さん、大南さんを持ってきた可能性が高いのかなと。うん、うん。もしくは小池選手に関しては右も左も両方ともできる選手なので、はい、大南、山根の右サイドバック、左サイドバックが佐々木翔、杉岡大樹の両サイドバック小池龍太という可能性もあるかもしれません。うんうん、なるほどね。というところですね。うん、そして左サイドバックが佐々木翔選手と杉岡選手でした。うん、まあ分かりやすいですね、やっぱりね。森保ジャパンの序盤からこの二人が呼ばれてたのと、うん、今でも中山選手や伊藤博樹選手がサイドバックやってることから、はい、左サイドバックはこうアタッカー型のサイドバック、オーバーラップ系っていうよりも、サポート系というか、うんうん、まあ、前線のウィンガーをサポートする役回りの方がちょっと多くなってくるのかなというところが分かってきたところでございます。はい。はい。続いて今度は中盤でございます。うん、中盤が藤田、ジョエル、千葉選手、橋本健人選手、森島選手、脇坂選手、岩田選手、野津田選手が入ってきました。はい、うん、まあ、意外なところでは川崎の立花田選手がちょっと落選という形になっていたのかなというところなんですが、うん、ちょっとこれ分かったのよ、まあ、さ皆さんと、うん、よく考えたらの話ね、はい、今回の E1 って、はい、まあ、韓国はね、もちろん同じレベルだと思いますけど、うん、それと中国、香港というところで、あんまり主勢に回りづらい。ああ、なるほどね。ですよね。そういうことか。はい。うん、なので、ちょっと守備の方に、こう、いわゆる、なんですか、ストロングを持ってる選手があんまり選ばれづらかったのかな、中盤以上はありまして。はいはい。やっぱり藤田選手とか、例えばもちろん野田選手、岩田選手なんかもディフェンスの方にも定評はあるけれども、ボール回しとかこうアタッキングの方にもやっぱり定評がある方々だし、ね、橋本健人選手も東京時代はボランチだったけど、ロストフ経て前線までこう顔出せる中盤になっちゃったから、神戸、ね、でもそんなシーン見せますもんね。そうなんですよ、うん、なんでそういうところで、そのなんだろう、ユニットのこう考え方みたいなところで今回は違くなっちゃっただけなのかなっていうのが、うん、うん。だそうなると、だって、名古屋の稲垣選手まで外れるってことはちょっとやっぱ考えづらいので、うんうんうん、
やっぱヨーロッパの方々と対戦するんだら彼らも入ってきた可能性はあるけどってのは、うん、うん、あるかもしれません、ね。はい。はい。あとは最後に前線見ていただきましょう。うん、いやー、水沼宏太選手がね。そうですね。やっぱこう、ちょっと。入りましたね。で、タイム MVP みたいなの選ばれてましたもんね。そうなんですよ。うんうんうん、そして、まあさん、皆さん、はい、ご覧いただいたら分かる通り、広島が6人、はい、マリノス7人です。うん。なんと、この両チームだけで全体の半分に。なるほど。好調の両チームからといったところでございましたね。はい、はい、はい。で、そんな前線が水沼さん、武藤義則さんで、うん、宮市さん、三田さん、相馬祐樹さん。で、最前線には、町野さん、細谷さん、西村拓馬さんというメンバーが入りましたと。はい。はい、まあ、ここまで聞いて、まあ、多分多くの方が思ったでしょう。あいつがいねえなと。鈴木優馬がやっぱりいねえなと。やっぱり一番最初に思うのはそこかもしれないですね。あのですね、うんうん、あの、ちょっと表現というかあったのと、はい、E1 の発表と同じタイミングで鹿島アントラーズから一個ちょっとニュースリリースがありまして、何でしょうか。札幌戦に帯同してなかった、いわゆるベンチ外だった人、一、うん、人一名がどうやらコロナウイルス陽性判定、うんうんうん、もしかしたらっていうのもあるのかなっていうのが、今ね。優馬選手がの可能、まあ今のところ、もちろんこれ邪推なんで分からないですけど。その可能性もあると。そうなんですよね。っていうところがもしかしたらと。なるほど、なるほど。うん。あの、もしかしたら、しかも、これプラスあるのが、あの、先ほど言ったこの川崎からも呼ばれてる選手が3人いて、うんうん、マリノス7人、広島6人と上位4チームから16人呼ばれてるんですよ。はい。なのに2位鹿島からゼロっていうことは、うん、もしかするとちょうどその最終選考とか、この E1 のメンバー、うんや作らってる時にこうあのコロナの話が例えば協会本部の方にとっては入ってきてちょっと今鹿島選びづらいねとか、うん、そういうことも起こってしまったのかなとか。なるほどね。はい、森保さんの口からもいろんなタイミングというお話もあったので、うんうんうん、もしかしたらそういうことかもしれないなと。なるほど、こんなメンバーだったか、はい、なるほどね。そうですね、うん、ちょっとこれ日産とかで見たいメンバーですけどねちょっとね。そうですね横浜国際というかこれは確かにただこのメンバーで戦うわけですからワクワクするじゃないですか。そうなんですよ ね、 ねいろんな組み合わせが攻撃的にもね、はい、予想できるんじゃないかと。そうなんですよね、うん、はい。でこちらが、うん、来週ですね、7月の20日かな、うん、から、7月19日かごめんなさい、うん、E1 が、開幕いたしますので、はい、そちらもご覧いただきて楽しんでいきましょうよ。わかりました。はい、ということでございました。ありがとうございます。そこを出送りしました。 E1 の代表が選ばれたよ、こんなメンバーになったよという動画でございました。ミルワカ毎日やってます。また聞いてください。井上真理でした。おみるくさとでした。それではそれでは楽しみましょう。またね。またです。